もう2014年 C3 1司会者、司会者って何ですか、本日はお集まりいただきましてありがとうございますと。ただいま、ただいまから国際交流パーティーを始めさせていただきますみたいな、本日は today、 今日はってことね、今日は本日、今日同じ、まあ、もう少し改まった言い方だね、 formal way はお集まりいただきまして、ありがとうございますと。 thank you for gathering、 お集まりいただくっていうのは honorific ですね、 with respect、 お集まりいただくと、お集まりいただき、お集まりいただきまして、まあ集まるだね、集まる、集まるがお集まりいただくと、いただきましてありがとうございます、なんとかしてありがとうございますね、今からか、ただいまから、ただいまって今、たった今ってことね、 just now、 from just now、 今、 from just now、国際交流パーティー、パーインターナショナルエクスチェンジじゃないし、なんでパーティーを、パーティーが始まっておりますだと、もう is now starting みたいな感じになっちゃうね、が始まりました。just 今 started みたいな感じになっちゃう。国際交流パーティーを始めさせていただきましただと、now、これもさせていただくっていうのはまあ humble language だね。始める、始めさせていただく、いただきます。ただともう始まっちゃった感じになっちゃうね。もう already begun みたいな、just begun みたいな。を始めたいと思いますか。まあこれでいいね。これは別に ノーモ、ノーホノリフィックス、ノーハンブルラングジ、バッ、ノーモ、バッ、ただいまから国際交流パーティーを始めたいと思います。まあこれでいいね。ノーモ。始めさせていただきますだったらまあいいんだけど、いただきましただとちょっともう始まっちゃってることになっちゃう。これから始めるからね。from now on。from now。これだな。じゃあ次、客、お客さん、カスタマー。マスター、な喫茶店だな、これ、ね。喫茶店。カフェ。マスター、なんとかなんとかお願いしますってことね。まあ、この慣れた客だからもう、お願いとか感じで、マスター says、コーヒーをブラックで、少し薄めですね。確認してない。confirming だな、これ。かな？あ、違うか。あれだな。あ、ごめん。sorry。やっぱり、今日はちょっとだけ濃くしといて、やっぱり言い直し、やっぱりさっきの撤回してっていう感じで、なんつったらいいかな。やっぱり今日は today ちょっとだけ a little ちょっとだけっていうのはまあ a little ちょっとだけっていうのは limiting something、ちょっとだけ、濃くしといて、濃くってのは thick、strong か、coffee strong、make it strong、 しておいてくださいね、そのしておいて become、 しておいて、spoken language、しといてください、まあ、ちょっとだけ濃くしといてって感じだね、かしこまりました。I see。まあ、非常に humble language だな、これ。かしこまりました。polite。わかりましたってね。わかりましたが、まあ、わかりました。more humble and polite。承知いたしました。まあ、承知いたしましただと、もう、ちょっとあれだな。硬いな。まあ、かしこまりました。わかりました。受けたまわりましたっていう、まあ、まあいいな。だからこれあれだね。マスター、いつものお願い、いつものやつって、いつものもの、いつものやつ。いつものやつお願い、やつってのは、thing, one, いつものもの。always, usual one. いつも自分が注文してるやつですね。いつも always, what I always orders, order.をお願いしますと。いつものもう決まった。
フィックスっていうか、まあ、デフィネットっていうか、まあ、デフィネットじゃねえな、もう決まったやつだね、もういつもいつも注文してるあのあれをいつものやつって、おすすめだと you recommend what you recommend になっちゃうね、でこれマスコーヒーだから、このお客さんはいつももうコーヒーをブラックで少し薄めで注文してるんだね、だいつものやつで、そう言ったんだけど、でやっぱりちょっとこのお客さんはやっぱ今日はちょっといつものとは変えてと、ちょっとだけ濃くしたいと、いつもは薄いんだけども今日は濃くしたいと、感じだね。立ってのって、立ってのお願いってね、あ、立ってのお願いっていうと、立ってのお願いっていうと何て言うのかな、立ってのお願いってのはもう本当に何て言ったら難しいね、まあ長年のってわけじゃないか、立ってのって普段は立ってのお願い、まあ今まではそんなお願いしないけども、ぜひみたいな、まあぜひ、まあちょっと難しい、立ってのお願いね、ちょっとお願い、まあちょっとお願い、まああれだけど、まあいいんだけど、この場合コーヒーをブラックで少し薄めですねって、もらういつものやつを確認してるからね、もういつものお願いと、でも今日はやっぱり今日はちょっと変えてということね、まあ、わかるかなこれ、説明がもう。3番、山田さんいかがでしょうこの提案は、 How about this っていうか、 This proposal is how about、 この提案、これだから統治法っていうかな、この提案はいかがでしょうっていうのが、いかがでしょうこの提案は、だからここにこれ逆になってね、 The order is reversed、 田中さんはあなたの、これおっしゃるわね、これおっしゃるって何回も、ないか、おっしゃる漢字で入ってる、難しいですけど、おっしゃる言う、ね、これ言うの honorifics to say honorifics polite、with respect、 おっしゃる、おっしゃることは、あなたのおっしゃることは何とかですが、 but、いくつか問題がありますね、 there are some problems っていうか、いくつか some、あなたのおっしゃることは最もですが、まあ分かったことがない、ちょっと意味ダメだな、 I don't have understood みたいな、分からなくも、あ、分からなくもないね、あなたのおっしゃることは分からないくもない、分からなくもない、分からない、ないわけではない、分からないわけではないがと、ないですがと、分からないわけ でもないですがってね、分からないというわけじゃないんですけど、だから、なんていうかな、it doesn't、 なんて難しいな、まあ、it doesn't totally ununderstandable、 ちょっとあれだな、まあ、分かりたくもないは、もう分かりたくもないって、もう分かりたい、もう超えても問題外みたいな、まあ分かりたくもない。I don't even want to understand what you say。分かるわけがない。なんですか、分かるはずがないね。It is impossible, totally impossible、to understand what you say。わからなくもない。わからないってわけじゃないと。わからなくもないですが、でも問題がありますねと。まあ、全部否定するわけじゃないけど。あれ、ね、って感じだな。まあ、これじゃわかんないかな。まあ、じゃあ次。4番。山田さん。明日は海ね。楽しみだわ。田中さん。あ、そのことなんだけどさ。急に仕事が入っちゃったんだ。まあなんか全て同じパターンだな、これ。明日は海ね、楽しみだわって。あ、明日 we are going to go to the sea tomorrow. I'm looking for it. I'm looking forward to it か。あ、そのことなんだけど。About that matter. そのことなんだけどさってね。なのだけど。そのことなんだけど、さあって、まあ、急に、suddenly、仕事が入っちゃったんだ。the work comes in みたいな。
入ってしまったってことね。入っちゃった。入ってしまったってね。入っちゃったんだ。入ってしまったんだよって。まあちょっと理由を言ってる感じじゃない。仕事なんて断ってよって、ね。Decline, please decline the work, business. 仕事なんて、仕事なんか、仕事などはってね。仕事なんてやものは断ってよって感じか。明日は海に行くって言ったじゃん。明日は海に行くと、ビガムズ行くって言ったじゃない。これだな。約束したじゃないって、なんか前もあったよな。お姉ちゃんとの会話で。まあ、明日は海に行くって約束したじゃん。約束言ったじゃない。We promised. We made an appointment. We promised. 言った。You said that.言ったじゃないか。そんなことできないよ。そんなことできない。だから断ってよね。断ってよで、そんな断るなんて、そんなことっていうのは断るってね。decline, refuse. decline するなんて、declining to declining, I can't do so.、ね、できないよ。そのようなことって、そんなこと、そのようなことはできないよと。大事な仕事なんだからさ、大事な important business matter, important job work. It's because important work, it's important work.なんだからなのだからってね。まあ言ったわけじゃない、明日は海に行くって言ったわけじゃないっていうのはおかしいな。言ったわけじゃない、It's not necessary to ね、なんだ、言ったわけじゃないってなんて訳したらいいか、まあ、難しいですけど、言ったってわけじゃないと、まあちょっと難しいな。言ったんだけど、まあこれも悪くないですよ。ダメじゃないですけど、明日海に行くって言ったんだけど、あんた言ったんだけどってちょっと不満っぽそうな感じだな、ちょっとな。言ったじゃないがね。You said so っていう感じか。言ったんだよね。まあこれも明日海に行くって言ったんだよね。ちょっとなんか脅しっぽい感じだな。Threatening みたいな。言ったんだよね。どうしてくれるんだよみたいなじゃないこれじゃ。まあとにかくこれだね。言ったじゃない。言ったじゃないのよ。言ったじゃないか。言ったじゃないのよ。じゃあ次、5番、山本さん、今度の送別会の場所なんですがってな、 about the place of next farewell party。 今度のって next、ね、送別する会だ。誰かがどっかのあれだね、どっかに行っちゃうから送別するんだね。まあ farewell party、居酒屋と中華料理店とどちらが、いいと思われますかと。思われるなってね。れるね。思われる。これだから、like passive form, but in this case,、honorific. Respect. What do you think?、Which is better? どちらがいいか、居酒屋 or 中華料理店 China dish restaurant。 居酒屋ってのはお酒を飲んでワイワイやるところだな。課長さんがWell、居酒屋だとちょっと落ち着かないんじゃないかと。居酒屋だと IfWe choose 居酒屋、居酒屋 would ちょっと a little 落ち着かない、落ち着くっていうのは settled だから、雰囲気 atmosphere is not calm っていうかな、落ち着かないね。落ち着くっていうのはまあ落ち着いた雰囲気とかね、 calm atmosphere かな、わかんないけど、まあ not quiet, a little noisy, isn't it? みたいな。落ち着かないんじゃないって。ちょっと落ち着かないんじゃないか、山本さん、まあそうですね。確かに、yeah, that's true. というか、まあ、
じゃあなんとかなんとか、そうか一長一短だな、一長一短、まあつまり今これ is that, これ compare these two but good point about this point this is good the, 居酒屋あ、なんていうかな quiet or not quiet 居酒屋 is a little noisy、the、中華料亭 is quiet but other point this good but this bad so 長っていうのは長所ってことだね、長所 good point、長所で短所って bad point っていうか、長所短所一長一短、いいところもあるし good point bad point、 それぞれ each has good point and bad point、 good point and bad point and good point and bad point、 一長一短、まあそれぞれそうか一長一短だな、まあ任せるよ、まあ I trust you ってか entrust you って感じかな。じゃあ山本さんはそうですね、でも but 居酒屋はそんなにうるさくないですよか、まあ居酒屋が うるさい居酒屋、まあ noisy or not 居酒屋うるさいって言ったけど noisy but そうでもないですよと、 not so noisy と、そんなにうるさくないです、 not so noisy 居酒屋 is、ただそれだと中華料理店について述べてない何もね、 don't state but mention to the mention the 中華料理店、ただ but、まあ、ただ条件をつけてる感じ with condition っていうかなんつうかな restriction みたいな、ただ、中華料理店は個室で落ち着けるんですけど、まあ確かに中華料理店は個室っていうのはインディペンデントルームで他の人はいないから、他の団体がいないから落ち着けるんですけど、 it is very settled っていうか calm and quiet but、値段がちょっと高くて price is a little high expensive it is a little expensive so これ noisy or not noisy って noisy not noisy calm but、noisy っていうかな、まあ音サウンドね、アトミスフィアとか、まあ、こういうポイントだとあれだけど、今度はプライスだとちょっと高いと、Expensive 高い、これは安、まあまあ安いかなっていうか、だからまあいいところもあるんだけど静かででも高いと、中華料理店もだからまあそういうことだね、だこれがいいんじゃないかと思うんだけど、ただ中華料理店は個室があるので落ち着けると思います、これだと中華料理店のいい点だけ言ってるだけで一長一短にはならないのかな。でも居酒屋は交通の便があまり良くないですし、ですと今度は居酒屋のついての悪い点をの交通の便というもう一個の交通の便が交通が悪いと言ってるだけで、 これについて何も言ってないからダメだね、これだね、だから中華料理店 is calm and good so good but、値段 a little expensive、ね、いいんだけど悪い一長一短と、まあ、居酒屋も安いかもしれないけどうるさいという感じですね。これでとりあえず3番が全部終わったかな、 C の3が終わったか、それではありがとうございました。